光はどこを指しているの。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。香川亮の今を生きる、今日は、俳優の浅田康成さんをお迎えして、いろいろお話をお聞きしたいと思います。はい、毎度。はい、怖いっすね、ヤクザ。笑顔でんな、今日。極道。イメージ悪い、イメージ悪い。初対面の人もいっぱいいまんねん。見てる人いっぱいいてまんねん。いや、僕でもまだ2回目か3回目ぐらいしか会ってないですよね。こんななおさらねえから、それ。でも僕のズズーしいとこなんて、ここが。なんでね、僕のズズーしいとこ。いや、それがまた魅力でんな。すぐお友達になっちゃった。じゃあ、まあ、ちょっと、浅田康成さん、俳優の浅田康成さんの自己紹介を、自己紹介、はい、簡単にね、簡単にお願いします、まあ、見てくれましたら分かる通りでんねんけど、わしもうね、悪役が中心で、もう結構予算やらしてもらってまんねん。これヤクザ、借金取り、囚人、敵や、アル中、盗賊。すごいですね。人として生きる生き方間違ってるやろみたいな。もうそういうな悪役ばかりやらしてもらってばってんけど、今日はよろしゅう頼んます。さ、笑顔で。まあ、あの役の上では極道ばっかって感じですか。多い多い。でも本当は違う役もあるんでしょ。いや、そらやりたいぞ。ほんまはこんなヒゲとかかって、これね、多いから、こういう役が。はいはいはい。なんか伸ばしてまうの、こんな普段剃ってていきなりやね。ああ、それは難しいです。被害してくれたって早まえんやん。もう年取ったらだんだんもう伸びの棒さらってくるから。そうですね、はい、だからこうやって、もう普段から、うんうん、すぐ動けるようにやってます。はいはい、わかりました。いや、浅田さんは、舞台俳優の、きっかけっていうのは何だったんですか。まあ、今はね、そんな舞台とか映画もやらせてばかりやってるわけない、はい、最初はまあ舞台やって、本格的に東京で役者やらせてもらった、はい、うん、これが、あの赤井秀和さん、はいはいはい、元プロボクサー、はいはい、あの方は、あの半生舞台化するっちゅう、なにわのロッキーですよね。そう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 、はい、これの、うん、オーディション、はいはい、受けたのが本格的に、まあ、東京で役者やらせてもらったきっかけですね。じゃあ東京で赤井秀和さんのなにわのロッキーの舞台があったってことですか、うん、そう、東京のね、うん、あの会場で舞台があってね、はいはい、うん、へー、ほんでオーディション、まあ受け、東京まで来たんですか、オーディションに。そうそう、そうでんね、大阪ですよね。そう、うん、で、赤井秀和さんの役もね、うん、なんかやれるみたいな感じ、あ、主役も募集してたんですか。そうそうそう、はいはい、で、役者でそんなんな、ね、東京で本格的にそんな芝居とかやったことない、標準語をまずこう喋れまへんやねん。あ、はいはい、あ、うん、ほんだら赤井さんは、こんなね、失礼な言い方かもしれんけど、大阪弁やから楽でんがな、うん、まあそりゃそうです。いきなり大阪弁で喋る、今、うんうん、まあ標準語喋れますね、こんな、うんうん、本当だよ、本当に喋れる、本当に喋れる。いやいや、大阪弁で、ね、もう役者だからね、俺もね。だから大阪弁でまず、関西弁で喋れるっていうのが、これがまた入りやすいねんからね。それはそうですよね。で、俺赤井さんが好きやって、うんうん、あ、大阪でもやっぱり何をのロッキーってぐらいだから、そう人気なんですよ。そう、なんかで、ボクシングやってる時のね、映像とかテレビとか見たことあったりしたから、はいはい、ほら、ほんま俺スポーツ選手の役とかそういうの好きやったんですよ。やりたかった、はいはいはい、うん、そういうのもあったから赤井さんの、うん、この役をやれるっていう、はいはい、ことやったよ。こうやって勇んできた、おう、行こう思って、うん、いたらないゲーって。ほんで、まずインパクトやな、うん、ほんで、うん、赤井さんってボクシングやから、はい、ウィンドブレイカー、高校の時陸上やってて、はいはいはい、もう穴開いてるようなボロボロのやつをスニーカーとか、はいはいはい、アンナを履いて俺、はい、オーディション会場に行った。おお、うん、ロッキーがこうやって走って行くようなイメージをさせるような格好でね、うん、あ、はいはい、うん、ほんで、うん、オーディション会場入ったら、まあ一列並んだ、案の定当たり前のように、これみんな普通に私服でね、しかもおしゃれな、はいはい、男前でべっぴんさんで、あ、おしゃれな、俺だけでんか、そんな格好で来てんの、うんうんうん、ほんで、審査員とか浅田さんはその格好で来たんですか、うん、そらそうでんかな、ほら赤井さんの服やろうと思ってるから赤井ロードワークで走ってきたんだよ、これ大阪のロードワークで走ってきたんだよ、うん、言うたって、バシッて、もう一発目からボーンってインパクトで、行ったら、うんうん、で、もうなんでもこいや、もう、
気持ちでね、うん、行って、これはもうだい、セリフ審査とか入って、はいはい、よっしゃセリフや、うん、赤井さんのセリフ言えるなと思って、うん、パッと見て、うん、あ赤井さんのセリフ書いてるの、ほんで、うん、自分のセリフの出番決まんから、うん、だから浅田さん新聞記者 A のこのあのセリフ言ってください、うん、なんや赤井じゃないねんっていうことなんだ、赤井さんやないねんって、そうえいや、実際けどもう本格的に東京で初めてこうやってやるあれやから、そんな、いや赤井さんよくやらしてくれとか偉そうなこと言われへんなと思ってたから、実際けど僕の中でいや赤井さんの役やとか、ここに赤井さんのセリフあるやんけなんでこの隣の A やねん新聞記者のよ、もうこれガクーンテンション下がって、言わしてくれへんのか、ほんだもそんな状態でね、新聞記者の A のそんな一行に立ったセリフと、感情移入もその役作りも何にもおまへんや、テンション下がっとんねんから、もうこの役者としてこれ失格でさ、こんないくら初めてでね、そうやって東京で本格的にって言うて、で案の定気持ち入らんかって、でもう引きずっとったん、気持ちを引きずっとったんだから、わし、はい、もうこんなんじゃねえ、ずるずるそのでけへんかった、うん、その赤井さんのセリフ言われんかったりとかしたことを、うん、であれよあれよ言うてる間にオーディションがもう終わろうとしてた、はいはいはい、ほんだら最後に、審査員の方が何か最後言いたいことはありますかと、うん、ありますかと、うん、ここでやってほしい、ここで俺のやろう、最後のチャンスやと、披露したいことがあるんや、うん、ほんだらさっき言ったようにウィンドブレーカーでボロボロの服着てて、うん、はいはい、で、これ言ったん、うん、わしが考えてきた赤井秀和っていう、役を自分で、うん、役を自分で思う、うん、自分が思う赤井秀和っていうものを作ってきたと、あセリフ役ずりができちゃった、うん、セリフも入れて、ほんで赤井さんの、うん、自分が思うボクシングを、うん、赤井さんのボクシングを俺に披露させてほしいと、おシャドーボクシングを、うんうん、もちろん相手おらへんから、うんうん、それでそれはもう自分で仕込んできた、うわそういうこと聞いてくれまんな、そうでんね、元プロボクサーの連れが、うん、友達がボクシングを教えてもらった、そいつに、俺ボクシングなんかやったことない、うん、おまへんから、うん、それでボクシング、まあそれまで思い出があって教えてもらって、うん、でそこに赤井さんのボクシングっていうのを、うん、セリフとか入れたりとかして、でかっこよくやりたい、赤井秀和の役を作ってきた、ああほんでこれをやらせてくれと、うん、言うたほんで、うん、今から、これも試合の形式にするから、今から、コスチュームになるから、はいはいはい、リングコスチュームになる、はいはい、でウィンドブレーカーをバッと全部脱いだら、はい、連れにその元プロボクサーの連れが、はい、シンクの、トランクス、思い出のあるトランクス、グローブとシューズと、はいえ、グローブまで用意した、全部用意した、ほんで、うん、そのシンクのあれ、はい、トランクスがこう、うん、ウィンドブレーカー抜いたら出てきまんねん、だからここに、うん、しかもここに赤いっておぉアップリケでね作ったんだ自分でハサミで赤いって書いて、そのアイロンでギューしたって取れへんよなって思って、努力の後が見えるわけだ、それに後でエラーを取れる自分の思い出のしない知り合いのトランクスだった赤いギューッしてほんででも審査員からしたらそんなボロボロの上のぼれからここに赤いってなってるんで、うん、もうここでドカンドカンどういう意味、いや終わろうてくれておお爆笑、そまあまあ多分そうまでしてきたかって、おいやでもそれぐらいやっぱり赤いって書いてるでみたいな、うん、ほんでボクシングガーン披露してシャドーボクシングやったやって、で最後はほんだらみたいな感じで締めくくって、うんうんうん、もうやりきって自分の中でよしありがとうございました、うん、な審査員が隣のね、うん、なんか助手かスタッフさんに、うん、あれ赤井さんの役ってもう決まってるよねって、うんうん、そんなこと言いまんの、はいはい、がっかりだよね、がっかりどころお前もうぐっすーって俺ほんま打ち抜かれたよね心臓、でも本当は多分その審査員はこいついいなと思ってたんじゃねえかと思うんだよ、いやそれまああっていろいろ分かってきたことないけど、でもそなんか鎌かけたんちゃいますか多分、うん、あのこいつどういうリアクションするのか多分、うんうん、それを赤井さんの役決まってるって、うん、で俺さっき言った新聞記者 A でもテンション下がったりこう、うん、ちょっとどういうしてもった部分もあったから、うんはい、ここでもう一回そんな、うんうん、動揺赤井さんの役もう決まってるって言われたって、うん、そんなもん動揺できへんと、うんうん、だから自分で思った、うん、もうそんな顔は見せられへんと思って、うん、ほんでいや
あ、そうですか、わかりました、うん、でも僕はもう赤井さんの役あのもうやりたいためにやりたいためにもうやりきってもう精一杯、うん、やりましたもう悔いは悔いはもうおまへん、うん、で帰りますって帰っちゃう、うん、終わってもう帰って新幹線の中でガッフービール飲みながら、うん、ああじゃ あそこでもうやりきったっていう感じじゃなくて もう落ちた息抜けたっていう感じで、いや息抜けたっていうか落ちたって思ったよ、もうだから赤井さんの役で言えへんから、うん、もう俺このオーディション落ちたんやと思って、うん、はいはいはい、で大阪もうその、はい、ショックで帰ったら、何日かしてから、はい、その主催者側から電話かかってきて、赤井さんの役は実はもう決まってて、うん、申し訳なかったから、はいはい、あそこでじゃあもう受ける前にもう決まってたんだ、決まってたって、うん、だけどそれ主催者正直に言ってくれたんだ、うん、わしその知らんとね、うんうん、言ってたんやけど、うん、赤井さんの役も決まってるけどでも、うん、どうしても演出家が、うん、この舞台に浅田さん出てほしいと、おお、すごいじゃないですか、言うに言うてもらってオーディション合格でん、おお、素晴らしいね、うん、ほんだら、うん、で何の役か言うたら出来屋の役、おお、そっからわしの悪役人生が役座人生始まっちゃった、なるほど、そうねんね、うん、それまではもっと極道とかそういう黒い世界じゃなくて、そう、さっき言ったらスポーツ選手の役とかで赤井さんの役でそういうの憧れていってて、結果的に敵屋の役で、あーなるほど、でもどうだってちょっとはがっくりしちゃう、それともいやこれでやってやろうじゃんかと思った、いやでももう赤井さんの役できへんかってショックやったけど、でも俺はこれで せっかく合格っていう形になったから敵屋で頑張ろうと思って、おおほんで、うん、じゃあ出演させてもらいます、おそれで東京来て、そうそう、いろいろやった、そうそうそう、うん、なるほど、そういうことで、うん、だけど僕役者なんてね全然そういうきっかけないからわかんないけど、うん、いややっぱり最初から主役ってのはなかなか難しいから、やっぱり僕だったらやっぱり同じにやりますよね、いや主役っていうより赤井さんの役をやりたかったっていうことです、赤井さんが主役じゃなくてもいい、うん、よろしいね、うん、うん、主役かどうこうではなく、赤井さんの役をやりたかったためにそのボクシングを、うん、あなるほど、練習したりいろいろ自分の中でやった、つまり大阪のなにわのロッキーの役をやりたかった、やりたかったっていうこと、そうそう、なるほどね、そうね、わかりました、まあその他に、うん、例えばその後その役者人生が始まったわけですけども、そうだな、うん、なんか面白いそういうエピソードみたいなのもあります、エピソード、うん、例えばなんかその失敗したのとか、腐るほど業者のまっせそれまあ裏話って言ってもそのあんまり影響のないような意味でちょっと2、3あったら、これね舞台出た時、うん、最初、うん、時に出た時にね、うん、インパクトって知ってますか、ドリル、インパクトドリル、はい、インパクトドライバーね、うん、はい、で舞台ってね、役者、まあ、舞台やってあるってことがね、役者さん、分かってあると思うんやけど、仕込み、手伝いしまね、舞台の大道具セットしたりとかするよね、はい、まあ、有名な人はやんないでしょうけど、あまあまあ、うん、手伝って、うん、役者で手伝ったりするのが結構常であったりしまんねんけど、で、俺も、最初、そうやって手伝い行った、はい、まあ、来てくれって言われたんだ、うん、はい、ほんならちょうど大道具さんが舞台セットしてる時に脚立の上へ登ってて、はい、上から、うん、高いとこから、うんうん、インパクトあるって俺にでっかい声で聞いてきはった、おー、部長法な、うん、言い方で、ほんだ俺このドリルのインパクトって知らんかったからね、そんなわしは、はい、そんなものを、うんうん、それでいてインパクトあるって聞かれた、初対面やのにいくら俺がねえ慣れてへん、そんな大道具の手伝いとかとはいえ初対面の人間にインパクトあるってなんやこんな失礼なことを言いやがって、つまり浅田さんは役者としてのインパクトはお前にあるかって聞かれたみたいに、そう聞かれた、俺思ったんだよ、思ったわ、ね、インパクトあるとか、うん、でもそんなね、まあ、東京来るのも来てね、そんな初めてだし、ペーペーの人間がそんなんで、うん、ガーって言うたらあかんわね、うん、思ったから、でも心の中では何もないなと思ったけどだから聞かれてインパクトあるとかクソと思ったけど、
まあどっちかやったら大阪ではある方言われまんねんけど言ったんだ言ったそしたらもっと声でかなってあーってインパクトあるのなるのどあるのないのどっちガーッとこれもう俺もガーッきてこっち来てインパクトあります？見たわかりまんがな、これインパクトわしいや、あるよねお前へんか、これみたいな向こうも何言ってるかわかんないからあーってなってだからよほんでや、後からインパクトのこういうドリルのインパクトを取ってくる渡してくれってあるんだとない大道具さんだから、まあ舞台のことはよく知らないから、うん、役者さんだから、その舞台のどっかにインパクトは用意してあるインパクトドライバーあるんですかっていう意味で聞いたんだろうね。そうそうそうあだから、ね、関係者だからね。早く早く取ってほしかったよ思いまんねん、うん、そのインパクトドライバーをね。それは浅田さんが、それは役者としてのインパクトあるかって聞かれたと思っちゃったんだね。そういうことね。すごい勘違いだよね。いや、さっきのこのインパクトドライバー知らんかったら誰かってインパクトあるかって聞かれたら。そのことや思いまんがな俺オーラないんかでも逆に言えばそんなこと聞くやつすげえ失礼だなと思うよね初対面でそうはいくら年上か先輩か知らんけど高いとこから、ね、そう高いとこからしかも上から目線でな高いやつだよお前役者としてインパクトあんのかって聞いてるのもんだもんねそうもうインパクトあるないどっちどっちとかいやそれそれでじゃあどうしたんですかその後結果そのインパクトあるいやだからお互い誤解やったっていうのが分かった、うん、そう、うん、いやそう分からなかったら言えないことないから下手すりゃもう喧嘩だよね解決してね、うん、あさ、うん、すまえあこれインパクト今のあでもあったんだそこにインパクトドライバーいやそれあるな向こう急いでまんねあ早く取ってほしいからあ仕事早く終わらせて、うん、だからいちいちインパクトの説明なんかあるかないかどっちか早くしてくれみたいなあだから余計お仕事になっちゃったんだ、うん、俺がそのインパクトの意味分かれへんねんからしょうがないでしょ、うん、なるほどねへえ。それからもう一つぐらいなんかあるもう一個、うん、あまあまあ業者あんねんけどまあ舞台とかやっとったらあと本番中、はいはい、予期せぬアクシデントっておまんがな、うん、どういうのがあった俺一回ビビったんかヤクザの役で、はいはい、相手が警察で、はいはい、これ銃、はい、ドンパチやるしやるとき、うん、銃こう構えて、ね、かお互い構えたときにバーンって音が鳴る予定やったつまり効果音でそう効果音さんがバーンと鳴らさなきゃいけない音響さんが鳴らしてくれる、うんはいはい、それ鳴りまえんねん間が抜けちゃうよねびっくりしますよ撃とうとすると音が出ないここで出るはずの音が出まへんねん、うんうん、はいはいせやけどもうほんなん本番始まってたらもう止めることできまんやろそりゃそりゃねだお互いこうでも芝居はやらなきまんやから音がらんがあっても睨み合ってたうん、うんうん、どうでもどう出んのか、うん、相手もわからへんしね、うんうん、ほんだ俺もしこんなん素人みたいなこと言ったら、うん、ほんまどつかねえけどバーンって声出しバーンってねもうバーン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 ってちびっこ劇団みたいななんかそんなでもどう学芸会レベルの舞台みたいになってまうけどでこうやって睨み合ったもんそうそうそんなバーン言えまいやろ声出し、うんうん、一発でお客さんにバレるからバーンなんか声出し言うたらそれでもう何やったよこの交換はっつって思いながらでもそんな顔はできへんからずっとこう牽制し合ってるような芝居やって睨み合ってるような最終的にもし自分の中で判断して、うん、もうダメだって出なかったらしみで切らしてってもう音出えんかったら殴りに行こう思ったはいはいはいピストルで、うんうん、ガーッうらーって言って、うん、相手はどう出るか分からへんけど、うん、それ、うん、もうアドリブでアドリブで行くしかない、うん、相手がどう出るか分からへんけどやってみるしかないなと、うんうん、そやけどこうやって芝居そうやってやりながらずっとこう睨み合ってた睨み合ながら考えたらちょうどバーンってると、うん、今バーンってなったおバーンえ今音の方が速くなっちゃうどうだって宇宙よりこうあったら音がバーンとおーって感じ音で反応しなあかんねんから、うん、で音鳴ったらバーンって上げるしかお前よ、はい、いつ出るそんないきなり出たから、うん、それでまあとにかく間が持てなかったのがうまくいったわけだなんとかねああじゃあよかったですねバーンっていやでも結構そういうアクシデントってあるんだ舞台っていやーそれは生もんやからね生もんは怖いですせー
本番はね、本番はもうだから一発だからね、ほんまドリブで、いややっぱりそこらん起点聞かないとね、役者はね、そうそうそう、そういうことに対応できる力っていうのもまあまあまあ大事でんな、うん、そうだね、うん、特にあの舞台はね、映画とかまあ撮り直しも聞くだろう、融通は聞きまんがな、うん、なるほど、それは面白いですね、うん、あれはほんまにびっくり、だけどほら睨み合っててこうバンバンやるシーンが一瞬喜劇になっちゃうよね、それね、下手するとね、口でバーンなんか言うたら本当だよね、口でバーンなんか言うたらそんなもん漫才になっちゃうね、うん、そんな言えばいいです、そんな安っぽい演劇になりまんがな、それやったら、あー面白いです、わかりました、その後まあこれ今ちょっとエピソードなんですけども、うん、また話戻って、はい、赤井英和さんの、うん、その、舞台の後、その役者人生、うん、どういうふうなオファーが来て、どういうふうに繋がったんですか？いやね、まあ結局赤井さんの舞台、あ、役をやれへんかったけど、はいはい、舞台には出たと、出たんねんかな、ね、それは役が一生懸命敵屋の役、あ、敵屋の役だね、はい、一生懸命、まあ、やらしてもらったおかげか、はいはい、その時の当時の演出の助手の人がね、うん、はい、また改めてあの次は自分が演出家で、うん、新たにまあその赤井さんの歯の反省を土台化しようとするということでね、うん、別物でね、はい、はい、別の演劇のあれでね、まあテーマは赤井さんの反省を土台化やけど同じやけど、うん、でそれで新たな赤井さんの歯の反省を土台化、そこで赤井さんには慣れたで、いや、そこでまた敵やでねっていうか、その演出の助手の人はその俺の敵屋の役を、あの最初の一発目のね、敵屋の役を見て、あ、赤井さんではなくて、でなんかその敵屋の役が、ハマり役だと、そう、うん、そういう、ぴったりだと、そういうことだよね、うんうん、それからその、ヤクザ人生っていうか、ヤクザ役者人生が始まっちゃった、さっき言うたように、その、うん、借金取りや囚人や、敵屋や、はい、さっきも敵屋もそうやって、アルチュー、アルチュー、盗賊とか盗賊、うん、いろんな世の中のありとあらゆる悪い人の方になっちゃった、そうでんねなるほど、主にね、まあ、もちろんね、いろんな他にもやったりするんやけど、うん、まあそういう役がどうしてもついて回っちゃった、多くなったんねんかな、うん、でもそれありがたいですね、そうやってでも言ってもらえるのはね、役者が、うん、そら、うん、でもどうですか、面白くないですか、そういう役、うん、いや、だってね、こういう非日常の役でしたね、はいはい、こういうの、うん、まあ言うたら、うん、役作りできまんや、お、例えばなんかチンピラで人殺す役で、じゃあ役作りで人殺してみよう人殺してみようかって、そんなんできまんやろ、はいはい、うん、そういう、だから日常の役じゃない、こういう、なかなかね、日常味わうことができへん、こういう非日常の役をやれるっていうのは、これは嬉しいですね、あの、新鮮味があって、はいはい、うん、いろいろ想像、うん、実際に役作りで試して、経験してみることはなかなか、ね、できないけど、ね、できまへんけど、うん、なるほどね、例えばそういう役作りで考えることで、なんか映画とかそういうの参考にしたりとか、その小説参考にしたりとかすることあるんですか？あ、もちろんもうそういう資料は、うん、まあ見たりとか、あと、まあ他の役者さんの DVD 見たりとか、はいはい、うん、いろいろ今まあね、 DVD じゃの映画とかあるからいいですよね、そうでんね、まあ昔だったら芝居ダイレクトに見に行かなきゃなかったとか、あとあれや、あのアルチューンの役でやった時に、もう一回役作りとして、もうとにかく、うん、ずっと稽古終わったらビールガンガン飲んで、あらら、ほんと、ちょっとでも、ちょっとでもアルチューに近づこう思って、うん、ところがね、アルチューであれいいんでんかな、マイナスでこう暗くなる、はいはい、大体がそうです、ことでんか、うん、俺もう酒飲みまくったら明るくなっちゃう、もっとテンション上がるんだって一個も下がりまえんねん、暗くなりまえんねんなるほど、うん、飲んでも明るくなるだけ、一個も役作りならんとで、寝汗でもうな汗ぶわーかいて、酒抜けて寝てたら、で、どうでした、そのアルチューの役は、うまくいきました？いや、まあまあこれも、まあ、自分なりにね、一生懸命頑張って、うん、いろいろアル
ある中専門の病院の先生に聞きに行ったりとか、おーおー、うん、そういう勉強もしたんだ。いやー、役作りでやりましたね、うん、でもあんまり病院は役に立たないんじゃない。そうでもない。いやでもええ話聞いたけど、ある中ってね、うん、ある中って、うん、あのみんなガンガン、お酒の俺みたいに酒ガン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 飲んだらある中になる思いまんから、うん、これがねそういうことじゃなくて、たった例えば生中日本とかでもある中になりまんね、うんうん、あ僕も病院だから知ってます。あ、そうや、ほんまや、ほんまでな、そうでしょ。要するに俺も聞いた話では、この日本のビールのために生きてると。要するにもうそれが飲めたらもう一切何も人生棒に振っても影響になっちゃうんで、家庭でも恋人でももう友達何にも全部売っちゃうような、失ってもいいから、このたった生中日本を飲むことが生きがいになっちゃう。本当そうなの。これがね、そう、これが俺結構初めて聞いた衝撃的でんな。いや本当にそうなんだ。まあ要するに自分の人生棒に振っても酒になっちゃう。もうとにかく量を飲むことがある中の全てやみたいな。あのそのまあ量じゃなくてね、量やん、量の問題やおまへんっていうことを知ったんだけどね、うん、いやだけどそれだからこそまあやめようとかね言う人もいるし、またあともう一つはそのあお酒を飲むと自分が自分じゃなくなっちゃって暴れ出す人とかね、喧嘩売る人とか、ね、そういうふうになっちゃうともう立ち悪いよね。目が違うんで、もう酒飲んでてこう目が座ってきてやるともうね、全然人が変わっちゃったりするらしい。もうだから、ね、完全に依存でんな、もうだから それをやアルコール依存、うん、それな、うん、アルコールなかったらそのことなりまえもんな。そうですね、だから例えば DV になったりね、うん、そういう風になっちゃってもう自分の家族から人生がせめて失っちゃう、うん、で病院仕方なくて病院入院っていう方が多いですよね、うん、でそこからこうな回復するのにもその回復過程でやっぱり社会に出てかなくちゃならないので、その社会に出てくとこでまた飲んじゃうんですよね。そうするとまたせっかくここまで積み上げてたものは全部積み木崩しのように全部根底から崩す。でまた最初から新鮮なの、信用も失いなのかも失ってまた最初、そればっかの繰り返しなんですね。まあちょっと暗い話になります。いやー、まあ、なんか暗く、そうやってね、飲んでみたいですよ俺も一回。いやいや地獄ですよ。ああそんな言うたらあかん。いや役作りでね考えたらある中で、ね、何ぼ飲んでも明るかったね俺は。まあそれは声が大きくなるんです、さらに大きくなる。まあ中毒になる因子っていうのがあるんでしょうね、やっぱりね、そういうふうな体があるんでしょうね、うん、だそういう人はやっぱりもう飲まない方がいいってことになりますよね。